首が痛いっていうポーズが足前に出して手ポッケみたいな感じが好きですね。あるのフューチャルポーズして、はい、おかっこいい。じゃあ私も後でそれ真似します。あ、ぜひ。Hey guys, this is Katagat. Today we are allowed backstage at a famous Japanese fashion event called A Collection. And here we're gonna ask the real models of Japan to show us some tricks how to do proper modeling poses. Let's find out. ポーズとか、 なんか得意なポーズとか一つ教えてもらいたいなと思います。まあ、日本でよくあるポーズなんですけど、はい、こういうボーイズ系を着てると大体首が痛いっていうポーズが首痛い、首痛いポーズ流行ってる。首痛い、首痛いポーズです。あ、そのなんかコツがあるんですか？あ、もう本当ただ首が痛いなっていうだけです。あ、じゃあそれの一つのスナップ撮ってもいいんですか？はいはいはい、お願いします。ちょっと一緒にやってもいいですか？いいですか？じゃあ頑張ります。首痛いポーズ頑張ります。あ、ロリータ首痛いポーズになりました。そうですね、ロリータ首痛いかなりいいと思います。ありがとう。意外と思ったより難しかったです。今度はね、あれつけてやってほしいよね。ボンネット、ボンネット、ボンネットつけてロリータ首痛いやったら相当多分なんか分かる、かなりクーだと思います。みんなもやってみてください。ぜひぜひ。よくやるんですけど、バランス取って片足にだけ中心を置くやつ。鶴の前、鶴の前です。結構ダランってしてますね。もう足でもうポージング取っちゃって、それ1枚お願いします。はい、じゃあ私も、あ、はい、ぜひ一緒にやります。頑張ります。ファッションに興味ある人に一つのアドバイスをあったらぜひぜひ教えてもらいたいです。難しいですけど、とりあえずいろいろ着て自分に似合うものを見つけるっていうことですかね。ジャンルにもよるんですけど、基本こっちの青文字系はもう本当に自分が好きなやつ着るしかないんで、恥ずかしがらずに何でも着たいものを着てってくれれば、はい、嬉しいです。やっぱ足を長く見せたいのと顔を小さく見せたいんで、頭がちょっと後ろになるように体を引いて足前に出して手ポッケみたいな感じが好きですね。おー、いい感じですね。じゃあ今のポーズ私も真似しますので頑張ります。ファッションに興味がある人に何かアドバイスあったらぜひ教えてください。自分の憧れのモデルさんとか好きな服の系統を着てる人とかを見て真似していくのが一番コツをつかみやすいっていう、簡単だなと思います。好きなポーズありますか？これ、おー、モンスターが好きだからモンスターポーズ、いつもこうやってモンスターポーズですね。じゃあスナップ1枚お願いします。実は私もやってみます。あ、すごい、私もやってみます。モンスターポーズ頑張ります。じゃあ、 原宿ファッションも青文字系ファッションとか憧れてる人の一つのアドバイスあったらぜひ教えてもらいたいな。もうそれは好きなものを着るに限ります。なんかこう一つでも自分がいいなとか着たいなっていうものがあったら、そこからまずは手をつけて挑戦してみてください。普通になんか何かをしてる途中っていうのが好きで、写真撮るときいつもこう靴紐をこう結んでる瞬間を撮ってもらったりとか、あとなんか物を探してるときっていうのを撮ってもらうと、なんか自然な感じができて、僕はいつもそうやって撮ってもらってます。私もそのポーズ頑張ります。本当ですか？はい、頑張ります。簡単です。簡単です簡単です。ファッションに興味がある人に一つアドバイスお願いします。楽しんでください。とにかくファッションを楽しんで自分の好きな服を着て、色の合わせ方とかはもう雑誌さん参考にして、どんどん知れば知るほど楽しいので着ていってください。好きなものでもほっぺの肉を隠したいんで、こうやってこうやってこれ横やるんですか？たまにやります。はい、じゃあそのポーズには名前をつけたら何の名前につけますか？ほっぺの肉隠しポーズですかね。私もこのポーズ頑張ります。はい、あ、頑張ってください。今のファッションは興味がある人に一つアドバイスを教えてください。フェアリーのファッションはやっぱ薄くて可愛い色味が特徴だと思うので、なんか自分の今日のテーマカラーとかを一個
決めて、そこになんかいろいろ付け加えていく、ベースが大事だと思います。例えば今日はピンクをメインにしようとか、今日は水色をメインにしようとか、はい、最初に決めるのが大事だと思います。いつも立つときはこう足が長く見えるように、こういうちょっとじゃこういう感じで、じゃあそれをスナップ一つ撮らせてください。はい、わかりました。で、私も頑張って真似します、はい、よろしくお願いします。じゃあ、 ファッションに興味がある人に一つアドバイスをお願いします。とにかく、なんか可愛いなとか好きなって興味を持ったものは集めてみて、そっからなんかコーデとか組んでったらいいと思います。 G メロポーズがあるんで、 G メロポーズやってもいいですかね。ぜひぜひ。あ、じゃあ、 G メロポーズは手をグーにして、親指を立てて、ここにして、顔周りのね、肉を隠そう。よし、それで小顔効果だ、バッチリ。うん、チームエルポーズ。あ、やってみてください。あ、じゃあ、じゃあやります。あったら、ポーズが、何ポーズがあるの。ユーチャルポーズして、はい。お、かっこいい。じゃあ私も後でそれを真似します。あ、ぜひ。じゃあファッション好きな人、一つヒントをお願いします。いや、とりあえず目の周りは塗りたくってバチバチにしたらいいと思います。最悪おしゃれに困った時は帽子かぶっといたらちょっとおしゃれに見えるから。男の方で、男も女も。なんか好きなポーズでもありますか。好きなポーズは、なんか最近そう、太極拳みたいなポーズが好きです。お、うん、それのスナップ撮らせてください。そのポーズ、私を頑張って真似します。ファッション好きな人に一つのアドバイスお願いします。自分の好きな、やっぱりなんだろう、派手とか個性とか地味とか別に関係なく、自分の好きなものをもう身につけるっていう、なんかもう自分、まあ、本当によく言う言葉なんですけど、他人受けより自分受けを大事にしていったらすごいいいなって思います。よくやってるロリータポーズか、自分のなんか得意ポーズを一つお願いします。教えてください。虫歯ポーズって言ってました。歯が痛いポーズを、なんかやっぱみんな小顔に見せたいっていうのもあるから、こうやってなんかやります。よく、私もそのポーズを頑張って真似します。はい。お、ファッション好きな人に一つアドバイスあればぜひ教えてください。ファッションはですね、本当に自由にみんなしていいものだと思うので、ロリータのお洋服とかもやっぱりなんか開いちゃったけど、あ、はい、大丈夫です。ファッションは本当に自由にしていいものだと思うので、なんかロリータのお洋服着ててもちょっとなんかえとか言う人もいるんですけど、まあ、自分が好きなものは本当に自由にみんな着ていいと思うので、自信を持って着てほしいです、好きなお洋服を。はい、自信を持ってください。うん、うん。はいはい。We had a variety of really exciting poses, and you can see that the models were really professional at them. But how about you? What is your favorite modeling pose? Please, please, please use Facebook, Twitter, or Instagram. Put a hashtag on. Take a picture of yourself in a nice modeling pose and put that up. We're looking forward to looking at your pictures. Thank you very much for watching. Also, on the top right of the screen, we have more videos where we ask Japanese people. Be sure to check those out. And also then, stay tuned and catch you soon on Ask Japanese.